アスタジアです。ホグワーツレガシー38日目やっていこうかなと思います。今日はねメインストーリーを進めようと思って地図の間に向かってたら、まだホグワーツの開けてない部屋を見つけました。それがこちら。こちらどう？これ見て何の部屋だろう。鍋がたくさんあってさ、積み上げられててさ、なんか魔法薬学っぽいんだけど、その教室あるからなんだろうね。鍋屋か。この中に鍋売ってる。さあちょっととりあえず見ていきましょう。売店か。売店の可能性はまあなくもないよね。まあなくもなくはないけど、ないかもしれない。じゃあ見ていきましょう。アロホモーラ2で入れる教室なんだ。アロホモーラなんだろう。ワクワクする。あー、なに教室、何の教室これ。鍋の教室。ね、猫がいる。ちょっと待って待って、猫がいる。ちょっと待って。どういうこと、どういうこと。え、わかんない。え、クルクシャンクスではないよね。ムーンさんではないしさ、フィルチの関係か。あ、なんかありますね。見ていきましょう。はい。読みましょう。フィールドガイド。錬金術！はぁ、錬金術の授業ってあんだ。激しい条件を満たし、上級生のみが学べる神秘の科目で、4つの自然元素とその変換の科学を学ぶ。あー、錬金術って言ったらさ、ニコラス・フラメルいるんじゃねえの？え？ちょっと待って、ニコラス・フラメルいるんじゃねえの？多分この時代生きてない？多分生きてるよね。賢者の石の時点で660歳だから、多分余裕できてるわ。ちょっと待って、探そう。いそう。どうだ、隠れてないか。錬金術ってことはあれだよね、賢者の石だよね。命の水か作ってるんじゃないの、賢者の石。ちょっと見ていこう。こんなとこあんだ。発掘している、金を探してるのかな。で鍋があって、あーでも他に説明はない。あ、てか何これ。デミガイズ像。あ、これカエルかな。これカエルか、デミガイズ像かと思ったわ。おー、でもすごい。ちょっと待って、なんかあるぞ、これは。はい、あー違いますね、サーベルか。あ、でもなんか石がかなりある。賢者の石っぽいやつ探そうぜ。黒いやつ、黒じゃない、赤っぽいやつ探そうぜ。ルーモスして、あーでもこれはいいんじゃない。賢者の石っぽいよね、なんか輝き的にさ。あ、これさ、周りにあったよな。なんか蝶々この中に入れるんでしょ。あ、これも錬金術と関係があるのか。あー、ちょっと詳しく見ていきたい。なんかドラゴンも多い。ニコラス・フラメルいないの。賢者の石作ってるの。ここにも箱があります。なんだこれ、絶対あれだろう、ヘッドアイテム。これ賢者の石だろう、賢者の石。あー、ないね。それかあれかな、ニコラス・フラメルのカツラとか欲しいですね。多分この時代生きてるからさ。うわ、てかこの部屋見過ごしていたのか。一生の不覚ですね。じゃあ進んでいきましょうか。こっから右側に行ったら多分地図の間なんだよね。こっから先、この下降りたら多分あるんだと思うわ。わ、でも見つけれてよかったわ。まだあるんじゃないの、ホグワーツ、知らないホグワーツが。じゃあ入っていきましょうかね。なんかメインストーリーでフィグ先生にこれまでのことを報告しようっていうやつなんやけど、どこまで報告していいのかわからない。てかどこまでさ言ったかも覚えてないよね。いつぶり？お久しぶりじゃない？ちょっと擦れてんじゃないの？この先ですね、地図の間入っていきます。いますね、パーシバル・ラッカムとバカーかな？バカーが見てんじゃないの？うわー、これだよみんな。これ積水ハウスに頼もうぜ。これ写真撮って。甘く見てはなりませんぞ。何の話してんの？教師生活であれほどの魔法の才能を持つ生徒は教えたことない。私のことか。そういう生徒がいるのは幸せなことだ。そうかもしれないな。褒められてる、もしかして今。よく来たな。後ろに目がついてるパターンだ。やばい、マットアイムーディーだ。ちょっと待って、この地図の間のさ、次どこに行かなきゃいけないのか見ようぜ。これはホグワーツ城で、ここ行ったのか。ここ行ったから光があって、なんかここ怪しいんだよね。どうやって行くんだろう。それとかここなんか光り輝いてるし、ここもなんか行ったっけ。もう覚えてないよ。やっぱ話そう。袋を受け取りました。前に行ったロドゴクというゴブリンと話せましたよ。話しましたね。何が分かった。彼とランドクは親しかったけど仲違いしたようです。
トリカブトみたいなやつを手に入れたやつだっけそれ。アートコットのカブトだっけそれ。信用できる、まあできると思うけどね。彼は誠実で信用できます、うん、そうだよね。シローナも言ってたもんね。よかろう。だが信用できたとして蘭禄の元へたどり着く力になると。カブトは回収したので。そう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 、蘭禄に渡せば信頼を取り戻せるか。今持ってるのかそれ。かぶろうぜそれ。努力が実り蘭禄の計画が明らかになるよう願っておる。ロドゴクは蘭禄が何かを探してるとは言ってましたが、何かまでは。不死鳥じゃないの？それとは違う？不死鳥のことではなくて。蘭禄が何を探している？心配だな。あ、チャールズ・ルクとか。これバカじゃないわ。自分の肖像画のそばで異常な数の気配を感じた。きっとゴブリンや魔法使いだ。お、ルクウッド城。はいはい、これ行ったよね。元の住まいだ。そしてあの城はミス・オナイスさんと行ったとこだよね。次の試練の舞台でもある。え、行かなかったっけ。悪い知らせが。何も見てないんで。何も見え、どうなんだろう。悪い知らせなんだっけこれ。まあちょっと話してみよう。言いにくいことですが、ビクトール・ルクウッド、おそらくご子孫は闇の魔法使いで蘭禄と手を組んでいます。あー、ルクウッドね。私の子孫が闇の魔法使いだと。そうなんだよ。どうやら一刻も無駄にできないようだ。困難が待ち受けているだろうが、試練をするのか今から。急ぎルクウッド城に行ってもらわなくては。次の試練の場所というだけでなく、悪の手に渡れば悲劇となる力の源が存在しているのだ。もっと時間があればよいのだが、君の能力を信じている。できるだけ早く私の肖像画を見つけてほしい。わかりました。行ってきます。行ってきます。幸運を。ごきげんよう。あ、言えた。ナチュラルごきげんよう言えた。時間はないぞ。ルクウッド城で会おう。また現地集合のやつか。ごきげんよう。あ、歩いていくのを姿くらまで使おうかと思った。さあ今回はですね、セストラルではなくこちらカリゴに乗っていくぞ。さあ行こう。こっから飛び立つんだ。いいねカリゴ。おー、かっこいい、かっこいい。そのまま上がっていける。うわー、いいですね。これは多分あれだろうね、デラックスエディションを買った人限定のヒッポグリフ。この黒の色いいですね。いや、目が青いのいいね。ハリニカ？じゃあ向かっていきましょうか。多分こっちの方角で合ってる気がする。一旦マップ見ようか。うん、こっから反対だ、上だよね。ここだよね多分。向かわないといけないのところって、まあ、クエストミーのチャールズ・ルクウッドの試練マップで、あれ違う、あれ右側じゃないの？どこに向かうんだ？ここ、ここあれじゃない？あのさ、セバスチャン・サルローの里があるところだよな。あー、まあまあ行ってみっか。この上の部分通ってないから、この辺通っていきますか。で、あとはですね、魔法生物でさ、まだ手に入れてないのこの辺いない？もうちょい近づいてみると、魔法生物の、まあこれはなんだ、無法者の野営地中。野生の生物のマークはない。あ、動物いないパターン あるね。ここなんだ、フーパーか。あー、まあなんか道中で面白い魔法生物。ここは、ここは引き返る捕まえてないから、引き返る捕まえに行きますか。引き返る捕まえて向かおう。だから一旦左側に行って、沼だから多分下だろうね。てかあれだったね、前々回だったっけ、ホグワーツ特急見れたの。あれ最高だったな。もう一度会いたいよ、ホグワーツ特急乗りたい。車内販売はいかがって言われたいもん。全部ちょうだい、嫌味なハリー言いたいもん。嫌味なハリー。多分この辺が引き返るだと思います。どうだろう、上か、上の部分から見ていきますか。ここはどう、よいしょ。何してんの、なんか戦ってんね。あ、見つかっちゃった。うん、じゃあ戦っていきますか。戦闘になってる、戦闘モードなっているか。あ、そうだ、クルーシオもあるんだ。やりましょう。まずはですね、あれ、かわした。だったらクルーシオだ、苦しめで、苦しんでいっそ殺してくれと願った時に殺された、殺された。
殺されたかわいそすぎる。さあクマもやっていきましょう。よしいいですね。引き返るはいない。レベリオ引き返るさ、これはなんか捕まえ、引き返るかも。これアロホモーラで、アロホモーラ、あ違う、これあれだ、ニーズルかも。猫っぽいね。さあぐるぐる回しての、前回ニフラ捕まえ、助けた気がするわ。はい、青色のニフラーだった気がする。よし開けまして、これ逃げるからね、素早く捕まえないと。さあニーズルだね、大丈夫だよ違う、ちょっと待って、逃がすな、高値で売るからな。グレイシアス、うまい、あ惜しい、何向かってきた、なんなん、ちょっと待って、猫バス、猫バスみたいな動きやめて。さあ捕まえよう、初めてのニーズルだね。よし、いや早い、危ねえ危ねえ、もう大丈夫だからね。さあ多分いました、いましたよ。うわーすげえ、ちょっと待って、レベリオでさ、この巣についての説明ないの。うわ巣の説明聞きたい、このでかいよね。じゃとりあえず捕まえよう、色見ようか、何色、みんなちょっと止まって、レベリオで青しか見えない、レベリオ解除して、あー赤っぽいのと、うわなんかすんごい気持ち悪い、遅いね歩くのが。じゃあ捕まえましょうか、介護時逃げれると思うなよ。ねえ助けたいだけだよ、助けたいだけなのに。よし助けようぜ、凍らせて、大丈夫、高値で売るからね。お世話するからね。紫だったな、でこれも同じ色、同じ色はいらない、違う色にしよう、赤っぽいのいたからね、変える。これでさ合唱コンクールやろうぜ、ここにいた、よしこの子捕まえて合唱コンクールやります。いいね、ゾウっぽくていいぞね。ここで変える、入れ、ここに帰れ、よし落ち着いて、傷つけたりしないから、ないから。ちょっとあれしていいですか、ちょっと足つけて、手広げて、ハリー手広げて、フォーって言おうぜ、ワン、ツー、スリー、フォーってピンクのやつが飛んでた気がする。あれあれの木、レベリオして、あー巣だこれは。さあ捕まえましょうか、グレシアス、惜しい、一旦降りて、フーパーいいですね、まだ持ってないのか、フーパーはこの色から使う、そうだね、ジョバノールしかまだ持ってないから、逃げても無駄、あーちょっと待って、緑いいかも、おしゃれだね、なんかナイキのスパイクみたいじゃない、色がマーキュリアルベイパーみたいじゃない。さあこれはうまく当てて、くそ、うまいな、かわすのがうまい、この野郎、待て、ここだ、くそこいつ煽ってやがる煽り運転、捕まるんだから、そんなことしたら捕まえてやる、凍らしてる、よし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 、二度と飛べないようにしてやる、カゴの中で買ってやるからな、一生。さあどうだ、どんぐらいのレベルなんだろう、多分小型系はね捕まえやすいと思うんだけど、さあどう、よしよしよし捕まえ、すごいフェニックスだ、フェニックス色だ、見て見て見て、オレンジみたいな、ここにいた、どこだ、降りてこい、降りてこい、どこ行った、オレンジがいたんだよな今、あれいた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 、ちょっと待って、緑も欲しいけど、この子フレシアス、くそ欲しい、よしここだ、よしうまい、降りてこい、この色いいね、おしゃれだ、インスタ映えしそう。さあ捕まえて、頼む、入ってくれ、頼む、フーパー、よしフーパー捕まえました、もう大丈夫だ、いい色だね、あとは緑欲しいね、緑も捕まえようか、よいしょ、あれやるな、マーキュリアルベイパーめ、スパイク、その色持ってたぞ、蛍光色のやつ、それかあれかな、なんか若者が履くさ、ボロボロのジーンズとさ、あとは蛍光色の靴、そんな色だな、どこ行った、捕まえてやる、ここか、よいしょ、下手すぎ下手すぎ下手すぎ、ちょっと待って、侵入者だ、ちょっと待って、侵入者じゃないんだって、密漁者だって、私密漁者だって、くそ、ま、
飛び続けるのうざいな。ちょっと待って、冷静になって次で仕留めます。いきます、いきます。ここです、嘘です、ここです、嘘です、ここだ。くっそ、当たった。もう本当にちょっと待って、目がかゆい。もう呪文の PV ないよ。よし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 、かなりやるな。逃げるのがうまいやつだ、素晴らしっこいやつ。さあ捕まりやがれ。よし、いや大丈夫か、やるね。逃げた、強いねこの子。よいしょ、だがもう終わりだ。よし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 、この世の終わりよ。どうし、さあ捕まれ、この世の終わりよ。捕まれ、いや逃げる逃げる、逃がすな。よし、お世話するからね。おいこっちだ。さあフィグ先生、行こうじゃないか。ルックット城に今から乗り込むんだろう。いいですね、共闘ができるのか、フィグ先生と。何が起きてるんですか。何が起きてんの。ルックウッド先生の言う通りだ。ビクトール・ルックウッドの手下と乱禄の信奉者が、ルックウッドがどっちか分からなくなる。協力こそしておるが友好的な同盟ではないな。なるほど、どうやら正門以外の入り口を見つけねばならんようだ。真正面、正面突破はできないのか。でもこういうのってフィグ先生、いや私についていくの、私の動きについてこれるかな。フィグ先生翻弄されてる、フィグ先生フィグ先生翻弄されてる。よし、じゃあ行きますか。今回も隠密で行こうかな、前回みたいに。いや前回のさ、この隠密すごい楽しかったもんね。さあ開けましょう。ルックウッド城、正面からはいけないみたいだから左側から行ってみる。さあこの辺は敵はいるか、誰もいない。レベリオしながら進みましょう。誰もいないですね。あのこの辺ちょっと敵あの来る前に殲滅したからかな。道間違えてさ、適当にボコボコしちゃった。まあ、とりあえずこっち側から行きます。よく南禄様の反応は止められない。あーバレたのか。じゃあまずフィグ先生がどんぐらい強いか見てあげようかな。フィグ先生かかれ、フィグ、フィグやるんだ。フィグ、お、いいですね、攻撃してる。遠距離派なのかフィグ先生は。すごい遠くから攻撃してるね、プロテゴからの打つ。まあ見てみる。おっと、ちおーうまフィグ先生、合わせ技クソうまいやつや。トゥービファイシーノ。そしてフィグ先生には見てもらいたいんだよね。見てて、フィグ先生、私の攻撃を。あ、使えない。あ、フィグ先生の前では空詞を使えないようになってるかも。そんなことはない。フィグ先生、フィグ先生苦しを使っちゃった。いいのいいの、フィグ先生見て、フィグ先生古代呪文も使うんだよ。許されざる呪文なんて関係ないでしょ。フィグ先生、フィグ先生の前で苦しを使ってもなんてことなかったね。むしろ一緒にこうなって攻撃してたもん。 あそこか、あそこから入れそうだ。あ、こっから。あ、だからこれはですね、多分ウィンガービアムレビオーサを使うんじゃないの。ウィンガービアムレビオーサじゃなくて、これはレビオーサじゃないな、これはレビオーサの方だ。でジャンプで上がるのか、こういうこと。よいしょ、フィグ先生来れる。おじいちゃんだから行けないんじゃないの。じゃあ先行くね。ここは透明になっていこう。フィグ先生、お、はいはいはい、現れたぞ。掘り返すのガキさえ連れてくれば、こうやって穴掘りなんぞやらなくていいんだがな。あの箱のためにドラゴンなんか出さなければ、そのガキもいらなかったんだ。魔法省の連中に目をつけられながら何ヶ月も探したんだぞ。すごい言い合いしてるね。奴らを馬車に乗せたからだ。その時点で打つ手は限られた。あの忌々しい学校に着いたら手を出せなくなる。もう十分な力を得ただろう。屋敷の下にどういう関係なんだろうね、本当に。掘らせてやった。うわ怖い。お前を生かしているのは守護者の子孫がいつか役に立つかもしれんからだ。それを忘れるな。約束したはずだ。未だ行方の知れない魔法の源を見つけてきたら、その力をお前にも分けてやると。なるほど。さあ、だから協力してんだね。ご託はいいから行け。出なければ
俺の力をもう一度見せてやるか。ランロクの方がガキを連れてこい。上だね、立場は。そうだね、ランロクよりは力はなさそうだね。ルックウッドの方が、ビクトル・ルックウッドは。君を狙っておるのは知っての通りだが、魔法の源を探しておることも新たに分かった。ランロクは守護者のことを知ってます。知ってますね。それも聞いておる。ルックウッド先生は次の試練を達成すれば詳しく分かると言って。ここでもうやってやろうぜ、ランロク。勝てると思うんだけどな。さあこれは一旦隠れの行きましょうか。いるね。バレてるの？もうバレてる。ランロクはいれんのか。うん、強いのか君は。ところで君強いの？よし、さあ見てて先生、私の苦しみを見てて。先生強くなったんだ。強くなったことを証明しよう。ディフィンドからの攻撃、アレストモメンタム。どうだい先生、クルーシオ知ってる？クルーシオってこうやって使うんだよ。プロテゴ。さあどこにいる？フィグ先生ちゃんと戦ってる？フィグ先生最初は強いと思ってたんだけどな、そんなに強くなかった。おお、フィグ先生、フィグ先生倒れてる。フィグ先生大丈夫か？見ててくれ、まだ使えないか。さあプロテゴからの打つ。なんか背中合わせて戦いたいんだけどな、フィグ先生真ん中で来てくれないんだよな。いって、すごいねこういうフィグ。おお、なるほど、雷呪文か。なかなか食らうじゃないか。やるね。さあなんか攻撃力高いかも、かなりダメージ量が高い。さあこれ一旦マンドレイク使いの、これはですねしっかり呪いを当てて近づいて、これはフリペンドにちょっと変えよっかな。フリペンドに C ので、呪いがかかってる時にここでクルーシオ、いいですね。でクルーシオは、そう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 、いいですね、連続ダメージが与えれている。で遠くにいるやつはドン、いいですね。ディフィンドまだ生きてんの？よし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 、まだやるね。フリペンドからの呪い当てて、ここはよいしょ、当てての後ろか。ここでまだ打てない。クルーシオで、クルーシオはこういう風にすごいダメージが分散されてるのがわかる。クルーシオマジでいいな。フィグ先生目をつぶってくれてるんだろうな。さあ攻撃、よし、まだいるの？戦闘は楽しいぜ。よいしょ、からのからのクルーシオで、クルーシオでダメージを分散からのかわしてディフィンド。よし、まだいる、まだいるね。さあフィグ先生の一騎打ちみたいな。さあ見ようぜ、私はかわしてのコンフリング。おお、いいね、やるねやるね。さあこっちを狙ってくると。よし、フィグ先生 やるレダクト、今のかなりかっこよかったな。ね、殲滅したけど、レベリオ、レベリオ C の、おっとこっちか、こっちではなさそう。とりあえず宝箱回収しますか。ウィゲンウェルド役今さらだな。さあ箱の中身はなんだ、いっぱいです。ちょっと待っててください。コーディネートか、1年生の帽子そろそろ手に入れたい。レベリオして、まだありますよ。これは何、はい、おーっと毒、なんだ毒って。で他は箱の中身開けて、マント、寮のマントとか怖いよね。生徒大丈夫か。でレベリオ C の箱はありますね。でもそっち側か、こっちが入れたりはしない。てか上に上がっていくんじゃない。ここなんかいる、いるマーク見えた。レベリオして、違うな、人じゃなくてなんだろうあれ、鏡か。はい、古代魔術集中力いいですね。うん、他はないね。上がっていきましょうか。上に上がって、何かある。多分肖像画を探すんだよね、ビクトール・ルックウッド先、ビクトールじゃない、ルックウッド先生の方ね。レベリオして、ないね。
鏡らしきものはね、まあ、こっちにあるね。あれじゃねえの？まあ、でも2箇所ある。違うの？3箇所ある。増えた。とりあえず入ってみよう。こっから入れて。あーっと！フィグ先生？何かやった？フィグ先生じゃないの？なんだこれ？マンホール？手っ取り早い降り方だ。何をした今？おー、よくわかんないけど、まあ、いっか。あー、なるほど。これを全部当てないといけないのか。マークは1、2、3、了解。だからこれも壊しといて。よいしょ。似たようなものを見たことがあります。これオッケー？全部のシンボル。よし、どうだ。連続で呪文を唱えるんです。ダメだった今。もう一回いくよ。はい。はい。ちょっと待って。順番があるとか？もう一回いくよ。よいしょ。あれ？開かなくなった。あ、開いてるんだもん。もう開いてた。入っていきましょう。さあ、ルックウッドの地下室。ランロク、そろそろ戦おうぜ。勝てる気がするんだよな。なぜならマンドレイクがいるから。ゴブリンには一歩先を行かれておる。行かれておる。ちょっと隠れますか。隠れて。なんか怪しいね。暗いね。進んでいくよ。どうなって、何これ、生命の源。これだ、魔法の蓄えである、乱毒の力の源だ。同じ色してるもん。空っぽみたい。全部持ってったんなら、なぜまだここに。うん、乱毒は他にもあると言っていた。それが正しい。たくさんあんのか。ここにあるかもしれん。それが何であれ、我々が先に見つけねば。少女側はどこだ。肖像画を探せ。すごいね、ますます危ない。こっち側かな。敵はいないもんな。もういないのか敵は。とりあえず進んでいきましょう。うわー、すげー。君たちでよかったよ。え、どこ。あー、いました。こんにちは。やばい、いじめの写真みたいになってる。よくない、話そう。ルクッド先生、あなたの城を占拠したゴブリンは魔法の源を探してて、そして何かの容器をこじ開けました。そんな、まさかこれほど悪い状況だとは。パーシバルに話したように、どういう気持ちなんだろうね。自分の子孫がさ、悪いことしてて。金庫でゴブリンが強力な魔法を使っていたのなら、どうにかして学んだことになる。ありえない。それとあなたが守護者だったことは知られてます。知られてるね。言いました。妙だな。どうやって。この件については後で考えよう。盗聴器がフィグ先生についてる可能性ない？フィグ先生、ちょっと洋服脱がないか。いけます。その前に詳しい、そう、教えてよ。実力は示しました。これまでのことを考えれば僕に詳しく話すべきです。そうだそうだ。まずは自分が持っている力を完全に理解しなければならん。試練が証明してくれる。試練が先かい。知識を伴わぬ力は危険だ。誤ったものが手にすれば、乱禄と不幸にも私と同じ名のものを出し抜けばいいだけだ。わかりました。わかりました。行きましょう。どこに行くの。私に任せろ。フィグ先生とはしばしお別れだ。フィグ先生も行こうよ。どこ示してくれるんだな。また足元を見て、右側だ。ここか。調べる。どこ？出てきました、フィグ先生。できるなら同行したがな。君の到着を地図の間で待っておるぞ。わかった。じゃあね、バイバイ。おお、いいね。姿くらまし早く習いたいわ。行きましょう。声が聞こえる。さあ、ここもペンシーブの戦いみたいな感じな。第二の試練始まりますよ。わ、戦闘楽しいわ。今日は戦闘の日ですね。いろいろやっていこう。おーっと、これペンシーブみたいなところだな。レベリオ。はい、行きましょうか。すごい宮殿っぽいね。いいですね。誰が作ったんだろう、本当にこれ。とりあえず真ん中に行って。これは何？あ、特にないんだよな。これ破壊はできるんだけど、破壊したところで何もない。ただバチが当たるんだろうね。バチは当たりそう、少なくとも。で、階段見つけましたよ。こっから上がるのか。
こっから上に上がり、意外にねこれ謎解きがあるんだよね。そこがまた面白い。魔法を使ったら謎解きって楽しいよね。調べよう。なんかあるな。はあ、これはですね、なんだこれは。ルーモス、一旦動かしてみっか。ウィンガービアムレビオーサーで、ここか。よし、でこれに乗っていくんじゃないの、レビオーサー。よいしょ。でこっちに渡れましたね。そういうことだ。よし行こう。次の場所は何？うわーでも楽しいわ、アスレチック感覚。魔法を使った、階段だ。よよよよから急ごう。急いで行って。戦闘はないのかい？戦闘もしたいよ。あーよよよよよよ、けどこれダッシュ使えばすぐ行けます。レベリオ、これも真ん中に行けっていう感じかな。右側か、ここか。調べる。どうなってんの？多分ここの間を通ったら何かが変わる。通ってみよう。通るとこれは何だろう。動く、柱が道を塞いでる。はいはいはい、動かさないと。動かす。どうやって？これを押したらどうなるの？押したらほん、あーなるほど。で、んー、なんだこれは。あ、運べる。ウィンガービームレビオーサで運べるじゃん。さあ、うわ、敵っぽいやついるぞ。ウィゲンウェルデアクないの？これは絶対バトルだよな。強そうな戦士、しかもステージかっこいい。すごい決闘か。やりましょう。1対1か。ちょっと強者感出して歩いていこう。さあ動き出すんだろう。来いよ。来ましたね。どんな攻撃するんだろう。まずはかわして背後取って。遅いな主人公感、圧倒的主人公感。後ろに回る、かわす。わー敵たくさんいるんだったら。おーいって、やるな。だったら許さねえかんな。怒ったかんな。橋本かんな。ハンマーかんま。苦しよ。あ、レビオーサになってる。あ、そっかそっか。ちょっと待って、攻撃パターンがちょっとずれてる。ちょっと待ってね。一旦これはフリペンドに変えて、クルーシオ戦術モード。よし。あ、ちょっと同じやつに攻撃してしまった。それはもったいないけど、まあかわしながら攻撃して、フリペンドで打てないか。ディフィンド打って、プロテ、お、強い。ちょっと待って、クルーシオ打っとくか。一旦クルーシオでつなげーの、プロテゴ。よし、さあどうだ。まあでもこういう敵にはさ、多分エクスペリアムスがかなり効くんじゃないかなと思うけど、まあいいか。ニューエンド C の攻撃、よし倒したぞ。まだやんのか。フリペンド浮かした状態で攻撃、よいしょ。どうだ。さあ倒した。歯ごたえがないな、まるで石、硬すぎだろ。んでこのまままっすぐ進めばいいのか。はい、調べよう。もっと強い敵出てこいよ。もう絶対に倒せないよみたいなやつ来てほしい。でこれは多分ね、撃つと回る。おお、そこに回るのか。左に進むのが正解みたい。左？でもどうやって？こっちが正解なのか。でちょっと右側行ってみて、これは一応壊しとくか。壊しといて、まあ、どうやってっていうか、ただこれ回せばいいだけじゃね。でか、あーちょっと待って、一旦宝箱取りの、あーでも同じ角度にしか回らないのか。だからこうしてこっちから撃つんだ。だったらこうやって回っていけんじゃねえの。うん、普通にいけたね。よくわかんないけど、まあ、とりあえず進んでいくか。今回の謎解きなんかよくわかんない、よくわかんないから、いけてるけどいいか。で、ね、ここに行くのか。調べる。また出てきたよこれ。多分これはですね、
アクションじゃなくてフィンガービアムレビオ、え、動かない、動かないパターンもあるんだ。ほうほうほう、とりあえずこれ押してみて、回る、回すことによって、柱はあるけど、うん、よじ登るのにいい足場が近くにないな。なるほど、でここに置かないといけないんだよね、柱。おっと、敵がいる、敵がいる、どこにいる、え、剣、ちょっと待って、いましたね、勝負だ。さあこれは一旦攻撃モードにして、アレストモメンタム、意外に剣だけが動いてない、敵いんのか、そこ剣だけ動くタイプか、かわしてーの、ブルーシオ効くのかな。さあダメージは分散されてる気がする、よし、ディウィンド、かわす、なんか見えない敵いいんだけど、剣だけ持ってるやついる、なんだこいつ、倒せなくね、ちょっと待って、どうやって倒すのよ、見えない敵とどうやって戦えって言うの。うーん、まあとりあえずこっちに行って上登るんだよね、これ待ってね、おっと待って、かわして、これはもう剣だから戦わない、ちょっと待って、よし、レビオーサじゃなくてこっちなんだな、レビオーソの方だ、呪文が使えない、うわー痛い、よし浮いている、今のうちだ、ジャンプして登って攻撃される前に渡れ、よしオッケーで登ってーの、これはどうしたらいいんだ、あっちに渡るためには回さないといけないのか、どこに回せる、箱、フェドーラボー、ここからボタンを押すとぐるっと回っていけた、すごい時間かかった、もうよく覚えてないけど行けました、かなり大変だった、うわー、なんで斜め下に行ったんだろう、よし、レベリオ、敵いそう、次は絶対敵のターンだ、これは何の像、うわーすごい頭がない、なんだ、あ、動き出したぞ、戦闘モード用意、フリペンドして呪いかけぬのこっちにもかけとくか、で2体だったら、まあ、とりあえずクルーシオですごいダメージを与え続けろ、よし、どうだ、まだ浮いてんね、よいしょ、ディフィンド、物を投げる、よし、物投げるのかなりのダメージかも、これ物を投げるみたいだね、よし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 、さあ次は誰だ、2体なわけないよね、でどっから来たっけこっちから来たか、あ違う、こっちは行ってない、いやいや、こっちから来た、こっちから来た、こっちから来て降りてきたからこっちに行って、左も何かあるし右も何かある、まあ迷うからやめてほしいな、こういうの、ただ足元見て、これも謎解きになるのか、調べよう、何を調べる、アーチが出るか、アーチを奥にはどうなってんだ、とりあえず回してみっか、動いたらぐるぐる回るだけ、うーん、なんだろうね、宝箱がある、ちょっとよくわかんない、まあ、こっち側行ってみるか、反対側見てみようか、反対側ない、上側かな、こっち側進んでみよう、あれもうゴールな気が、これ前にも見なかったっけ、これ稲光練習場とかなんかそういうこと言った気がする、じゃあ進みますよ、オープンザドア、アロホモーラとは言わない、さあなんだ、雷が起きた、とりあえず宝箱、ビゲンウェルド役5個は対決だこれ始まるぞ、みんな戦闘の時間だ、さあ今回も多分ペンシーブのやつじゃないの、違う、誰だ、出てこいよ、剣だけ動いてる、一旦通ります、うわ戻ります、なんだろう、一旦通って、通ること、どういう意味、まあ、とりあえず攻撃しまくるか、手当たり次第モンスターは倒していこうぜ、よし攻撃、プロテゴ、素晴らしいブロック、ただこのさ、剣だけのやつなんなん、剣だけの、よっとかわす、攻撃、プロテゴは、ちょっと間に合わない、
早いな。やるな、プロテゴ。よし、上からはかわす。からの、クルーシオ、苦しめ。そして、呪いのダメージを与えていく。プロテゴ、トゥービファイ、かわす。かわして、剣だけってなんだろうね、本当に。かわす。多分これはね、前菜なんだよね。多分こっからラスボス的なやつが現れると思います。これ一旦こっちに入らないと見えないんだろう。そういうことか。なるほど、いい攻撃だ。なんて呪文を教えてほしいぐらいだね。さあ、これはいて攻撃 C の、あんまりウィエンウェルド薬は使いたくないんだよな、こういうところで。アレスとモメンタも当てて、クルーシオ、呪いのダメージはかなり入ってると思うよ。ディフィンド、よし、お互いを攻撃したら食らうからね、ダメージが。さあ、かわす。かわして、フリペンドからのアレストモメンタム、クルーシオ、至近距離クルーシオ、かっこ交換狙い。かわすよ、よいしょ、ディフィンド。さあ、どうだ、まだやるのか。はい、かわす。いいね。うわ、戦闘楽しい。かわして、上か、クルーシオ降りてきた瞬間に攻撃する。よし、さあボス出てこいよ。こんなもんじゃねえだろ。誰が出てくる。出ました、前回と同じやつ。これはね、アレストモメンタムで確か倒せるんだよね。さあ、来いよ。これ、いや、違う、これはフリペンドの方か。なるほど、色が違うもんで、ね、さあ、攻撃は耐えていくよ。リウィンド、そしてクルーシオ、すごいね。かわそう。これはどうやってかわすんだ。すごい、範囲攻撃か。プロテゴ、いいね。さあ、あの球来いよ。いいですね、かわす。やばい、危ない、かわして。なんかちょくちょくかっこいい打ち方するんだよな、プロテゴ。そしてフリペンドからの、簡単だぜ。よし、そして耳元でマンドレイクよ。耳元マンドレイクよ。もう一発お見舞いして、うわった、痛い。ワンパン、ワンパン、マン、ワンパンマン。ああ、戻ってきたぞ。多分ね、ワンパンでやられるから、一度もダメージ食らったらダメみたいだね。よし、かわしての、慎重に戦おうぜ。さあ、あのビーム出してこいよ。これはフリペンドからの必殺技がたまる。よし、オッケー、ヘッドの技術は高まってきたよ。からの耳元で、危ないぞ、これが危ないからね。マンドレイクを効かせての、効かない、これはこっちの方だ、アレストモメンタムの方だね。なんかあれだね、紫だけじゃなくて黄色も出すんだ。はいはい、次はフリペンドの方ね、了解。よし、クルーシオ、苦しめ、もっとかわす。危ないぞ、危ない、これがね、死ぬすぐね、ウィエルデック飲まないと。危ない、危ない、よし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 。さあ、いいね、食らってる。で、こういう時こそ近づいて耳元でマンドレイク。かっこいい、マンドレイクがかっこいい。うわ、これ死ぬ、生きてた、よかった、よかった、死んでたかと思った今。マンドレイク効かない、マンドレイク効かない、そりゃそうだ、耳ないもん。クルーシオ、苦しみは分かってくれ。危ない、かわして、こっから慎重に。危ないね。さあ、弾が来るぞ。どっちだ、アレストモメンタムの方だ。よし、かわす、マンドレイク、危ない、かわす、あのビームみたいなの怖いな、かわす。よし、クルーシオ、さあどうだ、かなりいいダメージ入ってんじゃねえの。次こそあの元気玉が来た時にちゃんと当てたら、また PP が溜まって、かわす、いいね。ある程度距離を保ちながら来たぞ。どっちだ、こっちだ。よし、からのこの距離で見えない、また、よし、どうだ、かなりいったんじゃない。
で耳元でマンドレイク絶対聞いてない。自己満、これかわす、危ないぞ、これは近づいたらダメだ、かわせ、よし、見えてるね。からのクルシオ、苦しめ、まだ死なないのか、お主やる、何の呪文、何の呪文、知らない呪文来た、やばい、もう体力ないかも。からのグリベンダー、よし、近づいてこの攻撃かわせる、危ねえ、危ねえ、かわせない、かわせない、かわし方が分かんない。プロテゴで行くしかないのか、これはクルシオ、よし、ディフェンド、物投げる、まだ強いかも、プロテゴだこれ、よし、プロテゴだ、プロテゴならいける、プロテゴだこれ、ちょっと待てよ、いや、プロテゴ使えなかった今、なんでだ、かわす、もうプロテゴがないかも、よし、これはやばいぞ、危ない、よし、苦しよ、どんだけ苦しめる、もうこれ以上苦しまないだろ、よし、完璧からの、まだ投げてくる、よいしょ、完璧のタイミングじゃないか、リフィンド、かわす、よし、よいしょ、よいしょ、2連続か、やるな、よいしょ、強い、いや、マンドレイクを挟むけど足休め、よし、さあどうだ、クルシオ、いったか、強い、まだ死なないの、よし、完璧、もう見切ったぞ今の攻撃は。ただ他の攻撃を食らってんのかな、ダメージ量全部ステータス隠してるからわかんねえ、よし、リフィンド、よし、あー食らってる、よし、倒した、いやー強かった、強かった、うわ楽しい、戦闘楽しい。そしてあれじゃない、うわすげえ覗かれてる、やれやれ行きましょうか、多分サラザールスリザーサラザールズの喉をザラザーラ、喉ザラザーラになった、行ってみましょう、多分石像ホカゲみたいなやつがいる、これがあれかな、ルクッドかな、ルクッド先生、ペンシーブが見れるよ、見ましょうか、の前に何かある、一年生の帽子来い、頼む、はい、マフラー、マフラーでした。じゃあ見ていきましょう、チャールズ・ルックウッドの記憶、涙を流すんだよな、さあその涙ちゃんと入れてね、ぴったり、素晴らしいね、中を覗こう、またモーガナークくんが出るんじゃないの、石ドーラの旅の話、石ドーラでモーガナークくんか、あ、これこっからか、なんかモーガナークくん怖いんだよね、さあ座って、何する、人狼ゲームする、石ドーラ、私たちは君に聞きたいことが、何を、いいわ、先生になったんだよな、見せたいものがある、誰だ、お父さん、父さん、ホグワーツの同僚よ、治ったのか、兄が亡くなってから喋らなくなったの、何、今回の旅で昔から思っていたことを確かめられた、私たちには苦しみを取り除く力があるのよ、妹さんを治せるかもね、これアンを、何を思ってんの、石ドーラ、闇の魔術じゃないそれ、ああ、何を抜いた、魂じゃない、なんだあれ、それ何、なんということを、消したわ、どういうこと、石ドーラ、それは未知の魔法だ、見えるのは瓶の中に封じられたものだけで、
それにどんな力があるのかわからない。しかしその魔法の痕跡は私が知るものとは異なっている。何者なんだモーガナ。ありがとう。喋れた。お父さん喋った。どういうこと？古代呪文だよね。でもはあはあ、うわーちょっとますますわかんなくなってきた。いやモーガナーク君のあの笑い方が怖いんだよね。でどっから戻るんだ。この辺からなんか帰れるように道がなってるんじゃないの。前回みたいに違う。とりあえず回り回ってこれ開けた。帰りはどこですか。あれ帰れない。こっち、あ、ここかな。よし、地図の間に戻ろう。さあ、これで第2の試練が終了か。さあ、フィグ先生待ってる。待ってるね、フィグ先生。戻ったな。戻りました。しかも5体満足だ。まあ大丈夫だったね。余裕だったね。ああ。喉がやられたけど。また会えて嬉しいぞ。ルックウッド先生がルックウッド城での出来事を話してくれたよ。そしてルックウッドが敵だったもんな。私たちが今置かれている悲惨な状況の中、君のように有能な者がこの道を選んだことは実に幸いだ。ありがとうございます。言われた通りこの二つ目の遺物は守ります。よろしい、準備はできたか。記憶の中で石ドーラの父親の胸から取り出したものは何。石ドーラが父親の胸から引き抜いた光る糸は何ですか。分霊箱だったらどうする。それは痛みだった。痛み。試練をこなせば彼女の行動が理解できるだろう。すごい。いや今教えてほしいんだけどな。準備はできてます。覚悟ならもう決まってます。ならば紹介するとしよう。こちらはホグワーツの元校長ニーフ・フィッツジェラルドだ。校長先生、女の人かな。来ました。これなんか、はじめましてね。試練を乗り越えた生徒が現れたこと、実はそんなに驚いてはいないの。ホグワーツの生徒はやると決めたことは何でもできると信じてるのよ。さすが校長先生。お会いできて光栄です。私の試練を乗り越える準備はもうすっかりできているのでしょ。でもその前にどう言えばいいかしら。私の試練の場を準備しないといけないの。どういうことだ。我々は先生の判断を信頼しています。あなたは不手際を取りなす方法を他の誰よりもご存知のはずですから。その腹立たしいうぬぼれ校長の。ええ、あー、もちろん。なるほど。すぐに全て整った状態にしましょう。校長室に入るなんかストーリーかな。フィッツジェラルド先生が道を用意するまで少し時間がいる。準備が整うまで魔法の腕を磨いてきなさい。わかりました。その間呪文を慣れそう。それでビクトール・ルックウッドの活動について何か分かったらぜひ我々に教えてくれ。ええ、わかりました。よし、フィグ先生と話すよ。もう一人か。うわー、もうそろそろストーリーが終わりそうな気がしてきた。もうそろそろクライマックスじゃない。引き続き魔法を磨きます。磨こう。飲み込みが早いな。ロドゴクからもすぐに連絡が来るといいが、それで君が取り返した兜で何が起こったかわかるだろう。今日もいつも通りよくやった。また今度話そう。話しましょう。さあこれでお皆さんやっと来ました。冬だ、一番好きな季節。うわー ホグワーツといえば冬。冬といえばホグワーツ。ホグワーツと書いて冬と読め。冬と読んでホグワーツと読め。もう何言ってるかわからない。行きましょう。外見に行こう。もう寒いんだよな。メインクエスト14分の4って全然じゃね？あれ？全然じゃね？もうそろそろ終わるかもとか言ってたけど、さあなんか届いてる。手紙読もう。これはこれまで読んだやつか。多分今からメールがバンバン届くからね。聞いていきましょう。誰から来るんだろう。多分セバスチャン・サルローと、
多分あれだよね。ミス、あ、来た。密漁者と揉めたってナティから聞いたよ。私も密漁者の情報を持ってる。近いうちに会えない。私の情報はあなたと関係がありそうな。やばい、私のこと言ってるかも。ハイウィング盗んだことでしょ。ハイウィングも必要な部屋で飼ってることを多分言われるかもしれない、ポピーには。じゃあちょっとここの談話室にオニミスゴーントとかいるか見ましょうかね。いやー、今日もね、非常に楽しいストーリーでした。冬になったね。次回から、またメールド。爆発の魔法ボンバーダー来ました、ボンバーダー。与えた課題が終わったら授業の後に声をかけ、ね、魔法動物の先生だよね、ホーウィン先生って。なんで魔法生物の先生がボンバーダーなんだろう。これもしかして魔法生物に使ってごらんとか言うのやめろよ。そういうのやめてくれよ。あ、てかさ、レベル3アロゴモラ解放されたってことはサラザール・スリザリンの後ろの宝箱開けれるかも。見てみよう。開けれますね。皆さん、今日はこれを見て終わりにしたいなと思います。アロホモラ、アロホモラ3、一番難しいと言われてるからね。さあ回しながら、ここだ。どう、ぐるぐる回して、ここだ。見えた、アロホモーラ。何がもらえる、なんだ、コーディネート。ここまで来てコーディネートはコーディネート。